最後にたどり着いたのは体育館だった。明日のために俺がきれいに片付けた体育館を会長が気持ちよく走っていく。わー大きく叫びながら体育館を走る会長。すげーテンション。こんな会長を初めて見たかも。ほらほら、こうきくんも。俺もですか？うわー、じゃあ明日に向かって走ろう。わーわー楽しいね。ダダダダーっと大声を上げながら二人で体育館を暴走した。会長の言う通り、誰もいない体育館をこんな大声で走り回るなんてめったにできないことだろう。そしてなんだか気持ちよかった。今この体育館は俺たち二人だけのものなんだ。そう思うとめちゃくちゃにそこら中転げ回ってやりたい気分になる。やった。急になんか一枚出てくるとなんかドキッとしちゃった今なんか月明かりに照らされてる会長めっちゃ美人会長はそのままステージに駆け上がると、キラキラした目で体育館を見渡す。窓から差し込んでくるかすかな月光が会長を照らしていた。あ、その姿がいつぞやの会長とダブって見える。あれは確か俺のネタ帳を会長が拾った日の朝、全校生徒の前であの場所でスピーチする会長の姿。あの時の体育館全体を包み込むような眩しさとはまた違う。淡く浮かび上がる幽玄な美しさだ。あの頃はまだ会長が鹿くん先生だなんて思いもよらなかった。遠い次元の人だと思っていたのに、今は二人で体育館を駆け回れるくらい打ち解けている。今更ながら信じがたいことだと思った。私ね、壇上から会長が叫ぶ。俺も負けじと叫び返した。何ですか？こうきくんに言わなきゃいけないことがあるの。言わなきゃいけないこと？なんだろう。実は次の原稿も結構やばくて助けてほしいとか？あて、そんなことわざわざ今言うかな。待てよ。二人っきり夜の校舎、俺に言いたいこと。まさか。会長、もしかして俺のこと？会長はスーッと大きく息を吸うと、頬を蒸気させたまま声の限り叫んだ。とザーッと空気を切り裂く勢いで頭を下げられた。え？謝られた？何のことですか？だって私、こうきくんが忙しいの知ってたのに、無理言って生徒会に入ってもらったんだもの。それに秘密を知ってる人から頼まれたら断れないの分かってたのに、お願いしちゃったし、それでいてこうきくんにずっと頼りっぱなしだった。全部謝りたいと思ってたの。ごめんなさい。そしてまた頭を下げる。なんだ、そんなことか。俺は壇上に向かって歩き出す。そんなの慌って謝ってもらうことじゃないですよ。そうだと思う。会長が申し訳ないなんて思う必要はない。俺は生徒会に入ったことを微塵も後悔などしていないのだから。俺、生徒会に入ってよかったです。いろんな体験ができたし、みんなとも仲良くなれた。全部会長が誘ってくれたおかげです。だから俺は壇上に到着し、会長の隣に立つ。伝えるべきはただ一つ。だから感謝してます、カオルク会長。
今度は俺が頭を下げた。それはこっちのセリフだよ、コウキ君。会長、コウキ君を誘ってよかった。おかげで私も素敵な後輩に出会えたから。会長が右手を差し出してきた。俺はその柔らかく小さな手をしっかりと握る。これからもよろしくお願いします、シカ君先生。こちらこそ。会長は俺の手をしっかりと握り返してくれた。明日は頑張ろうね、芋サラダ先生。はい。そうして俺たち二人だけの文化祭は終わり、みんなの文化祭が幕を開ける。さあ、まあもうここまで来たら本番しかもう残ってないね。うわー、なんか、会長。ね、なんなら会長のわがままなんてもう全然なんてことないよってもう叫びたくなっちゃうよ。はあ、いいね、ほんと。もうなんかね、いいよね。まあ確かに会長に誘われたから生徒会に入ったからね。なんかこう、いやー、そっか、いいね。なんかもう胸がいっぱいになっちゃった、文化祭入る前に。いやもうこんなのさ、なんか気抜いたらそのまま会長ルート入っちゃうよね。でも今のところのさ、選択肢で今どうなってるかわかんねえんだよ、正直。いやー、どうなんだろうね。今どのルートに入ろうとしてるんだろう、俺。なんかさ、今のところさ、選択肢がさ、割と、なんかどのルートに入ってるんだろうなーっていうのあんまり想像できなくない？みんな、なんかイメージ湧く？なんかどの選択肢も割とさ、なんか、ふわっといい感じに選んでるせいで、なんかよくわかんないよね。いい感じなのかわかんないけど、なんかいい感じなのを選んでる気はするよね。だから、この文化祭、どうなんだろうね。まあ文化祭終わりくらいまでが共通かな、確か。多分そんぐらいだった気がするから、まあもう選択肢の数もあと残り少ないとは思うんですけど。いやー、もう胸がいっぱいですわ。なんかさ、あれだね、ルートのエンドはもちろんあるんだけど、なんかこう、一個の共通としての、ま、なんかこうね、中盤の一個の、なんかこう、締めじゃないけど、こうさ、一段落感はなんかこう、ついてる感あるよね。いやー、楽しかった、ここまで。まあなんか、すげー満足してるけど、こっからが文化祭本番だからね。いやー、こっから、どんな文化祭一日過ごすことになるかわからないけど、まあこの後もね、ぜひぜひお楽しみといったところで、今日のところは終わりにしましょうかね。はい。じゃあ、てなわけで今回もご視聴ありがとうございました。よかったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントなどなど、とってもとっても嬉しいのでいっぱいしてください。はい。てなわけで今回はここまで。また次回もよろしくね。バイバイ。